した岐阜市の56歳の女性とみて確認を進めます。流れに巻き込まれたグループのメンバーは現場近くで他の登山者を見たと話しているということです。午後からも捜索を行うことにしました。続いて関東地方のニュースです。東京福田市のコンビニエンスストアに刃物を持った男が押し入り現金40万円余りを奪っています。警視庁は強盗事件として捜査しています。今日午前2時半ごろ東京福田市熊川のコンビニエンスストア三福熊川店で客を装った男が店長の55歳の男性に包丁のような刃物を突きつけ金を出せなどと脅しました。男性がレジからおよそ1万円を取り出すと男は金庫の